今回は綺麗な姿勢を保つための骨盤の運動をご紹介します。皆さん床や椅子の上にリラックスして座っているとき、このように背中や腰が丸まっている状態が多く見られたと思います。背中をまっすぐにすることも重要ですが、まずは骨盤を起こして腰からまっすぐな背中を保つことが必要になります。今回はこのようなクッションを使います。ご自宅にない場合はタオルを折りたたんで使ってください。これを椅子の上に置きます。バランスを崩すこともあるので、しっかりと床に足をついてゆっくりと椅子の上に座りましょう。この状態で骨盤を倒したり起こしたり前後に動かす運動です。お腹の力や骨盤周りの力を使って動かします。上半身も一緒についていってしまうと骨盤がなくなる。